秋チャンネル。はい、年秋チャンネルの株元です。まゆみです。はい、引き続き、前回に続いて富岡さんに来ていただきます。お願いします。公認会計士っていう資格って、はい、すごいキャリア幅があるような気がしてまして、はい、で実際富岡さんもなんかいろんなキャリアを経験されてるんじゃないですか、うん、そうですね、今31歳で、かなりの見えないですね。もっと老けてますかね。え、いや、もっと下だと思います。え、本当ですか。進めていいですか。当時辞めた後、うん、次どんな業界に行ったんですか。あ、会社法人辞めてコンサルティングファームに。コンサルファーム、はい、はい、でコンサルティングファームで M&A、 その M&A のアドバイスをする仕事をしてました。会計士だと会計は当然税金とか、あと会社法、まあ、法律とか会社の経営そのものを見るときに必要ないろんな、まあ、知識経験を、基本的には会計士だったら、あるいは監査法人にいる会計士だったら持っているので、まあ、それを使ってこう転職した後もその M&A のアドバイスの仕事をしてたっていうイメージですよね。それやっぱ、うん、M&A って会計士じゃなくてできないんですか。あ、いや、もう鋭いですね。めちゃめちゃ鋭いですね。それで言うと大丈夫ですか。ちょっと負けましたね。まあ、M&A は会計士の資格がなくてもできます。というか会計士の資格がないとできないことっていうと、最初の方に言った監査っていう仕事、この仕事はまあ会計士の独占業務、お医者さんの医療行為とか裁判で弁護士が弁護するみたいな、こういう資格がないとできないということを独占業務なんですけど、会計士の独占業務はその監査だけ。それ以外のことをやるんだったら別に会計士持ってなくてもできるけど、 M&A とかそういうファイナンスとか法律の知識ものすごい求められるものは会計士持ってると有利、そういう整備。会計士っていう資格を持ってると、うん、コンサルファームっていうのもなかなか入るの難しい業界だと思うんですけど、うんうん、行きやすかったですね。行きやすいし、僕の場合は完全にそうでしたね。一般的にその偏差値の高い大学卒業してないので、やっぱりコンサルティングファームってどうしても、まあ、今でもこう学歴がある程度以上ないとみたいなのは、まあ、事実として結構あるんですよ。そうですね、はい、でそんな中で、まあ、自分が採用されたのって何でかなと思ったら、やっぱり会計士の資格持ってるビッグ4と言われるアズア監査法人で業務をやってたっていう実績が、まあ、結構大きいっていうのはありますね。で社内入ってから僕が一番が、まあ、いわゆる偏差値は一番低かったんですね。基本的にはほぼ全員総計以上だったと思うんですね。結構海外外部とかの人もやっぱりですね。それが、まあ、コンサル時代です、はい、そこから、まあ、やっぱそういう海外帰りみたいな人たちとよく仕事してると、なんか俺も行きたいなって、オーストラリアのシドニーというところに駐在して、で、まあ、仕事内容はやってたこともちょっと近くて、日本企業がオーストラリアの企業を買収するときにアドバイスしたり、逆にオーストラリアの企業が日本に進出するときに何かお手伝いしたり、そういうことをメインにやってましたね。会計士の資格を生かした業務。あ、業務としてはすごい生かせていますね。これは日本と海外の明確な違いなんですけど、日本は会計士持ってるすごいねなんですよ。でも海外は KPMG 出身なのすごいねなんですね。 KPMG って、あ、 KPMG っていうのは僕が最初に新卒で入ったあずさ監査法人のグループのことを KPMG って世界的には言ってるんですね。でその KPMG とかその4つの監査法人でいずれも日本ではそんな多分有名じゃないんですけど、世界中ではものすごい有名で、トップの人たちがこう勤めるところみたいなイメージが、まあ、一応は定着してるんですね。なのでオーストラリアに行って英語全くできないトイック200点だったんですけど、トイック200点で僕がなんで採用されたかっていうと、よくわかんないけど KPMG でこんなにやってたんだったら大丈夫だろうっていうのはでかいですね。オーストラリアの会社に就職したんですか。まあ、出向ですね、はい、紹介はあったけれども日本の会コンサルティングファームの現地事務所ではなかったですね。なので僕そのものの能力とか適性も求められたっていうのはそういうところですね。だから面接っぽいのはありました。で、オーストラリアの駐在1年半ぐらい行っていて、で日本に帰国して、まあ、いわゆるベンチャー企業 IT 系のベンチャー企業に就職したっていうところですかね。年収半分ぐらいになりましたけど、やっぱりベンチャーで一度は働いてみたいっていうのはあったんで、まあ、ベンチャー企業に就職したっていうのが経歴ですね。監査法人を辞めて転職したコンサルファームで、はいはい、大体いくらぐらい稼いで1000万ぐらい、1000万ぐらい、はい、でそこからオーストラリアに行って2000万ちょっとですかね、はい、高級ですよね。まあそうですね、ただ成果報酬みたいな、仕事取ってきたから払うよみたいな感じの部分もあったんで、基本給は
2200万ぐらいかな、あ多分でもまだ20代ですよね、その時って27、8。そうですよね、ぐらいでしたね。で、日本に帰ってきて、ベンチャー企業に就職したと、はい、就職したと。まあ、年収半分どころじゃないですね。お前7、800っていう3分の1にしてわざわざベンチャーに行った。とはいえね、30ぐらいで7、800万っていうのは平均よりは高いんで、すごい下がったとはいえ、やっぱりこれが公認会計士パワーだなっていうのもありますよね。あ、確かにベンチャーで800万もらえる人ってほぼいないんですよ。そういう意味では、会計士の資格持ってたとかいろんな経験があったっていうのはベンチャーにしては高い。そこからついに、独立っていう形になると思うんですけども、はい、実はですね、まゆみちゃん以外にももう一人ですね、公認会計士が好きだっていう女の子がいるので、はい、その子と次回ちょっとバトンタッチしてもらいます。はい、わかりました。ごめんね。あ、全然大丈夫ということで、次回またお会いしましょう。はい。